この5種類の、リズムを使って、ハーモニーでやります。行ってみようか。1番からね。さあ行きます。タッタタ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 タン、ワン、ツー、せーの。顎は動かないように、お腹固く。2番、3、4。リズム、タタ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 。3番、せーの。なんだリズム感悪いぞ。はい、4番、1、2、せーの。パン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 。タタンってもっとしっかり、タタ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 タ。1、2、5番。もっとアクセント。タタンタタタタタタ。はい。みんなね、この練習するときもっと16分音符の方にしっかり息を入れましょう。ね、はい、細かい音ほど息をたくさん入れる、ね、だから例えばこの4番、はい、息で1、2、3、4。うん、どうしてもトゥ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 ってなっちゃうよね。いや、そこは自然なので、自然すぎて管楽器吹くときに上手に操れてないから、それだと今練習だから、こっちをもっと強くで練習するの。うん、息でやってみて。1、2、3、4。そういうことね、そういうことね。うん、こういうのもね、16分音符をしっかり。5番、息で1、2、3。はい、うん、これなんか得意だね、みんなね。じゃあ、はい、2番、はい、せーの。そう、せーの、そういうことね。はい、じゃあ3番、せーの。うん、トゥ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 ってな、まあなるよね、なるんだけど、トゥトゥっていう、わかる？わかります？せーの。うん、ちょっとできかけてできてない人もいるかもね。4番、ちょっとスティーブン鳴らそう。はい、1、2、3。 OK、 そういうことね。この練習するときは特にそういうこと気をつけてください。分かった？はい。合奏、基礎合奏2ってことで、ハーモニー練習の後に行っています。まあ、単にタンギングの練習というよりは、やっぱりそのバンドのサウンドが、タンギングをした時、細かいリズムを刻んだ時に、ハーモニー感が失われてしまったり、サウンド感がなくなってしまったりしないように、意識づけるために、ここでリズム練習を行っています。